サワディカー、皆さんこんにちは。トンサイ弁日記ビデオ編の第1回目です。記念すべき1回目ということで、ちょっと今回はトンサイ弁に関したことを、皆様にお伝えしようと思います。で、ここなんですが、タイレストランのセフシェフチョムズタイレストランの中庭になります。で、今ちょっとお休み中なんですけど、ちょっと中庭を模様替えして、皆様がちょっと記念写真撮れるような感じのセッティングにしました。今回1回目ということで、さやかちゃんと何をしようかって話をしてて、トンサイベイの、まあ、自慢ができるものといったらやっぱりビーチなんで、今回はビーチをお伝えします。で、今さやかちゃんにビデオ撮ってもらってます。よろしくお願いします。じゃあこれからビーチに案内します。ビーチに来ました。で、今私が立っているのはだいたいビーチの中間地点になります。で、左からの岩を含めてずっと反対側の岩までだいたい200メートルになります。海の深さなんですけど、ちょっと行くとすぐ深くなるんでお気をつけください。で、砂なんですが、こうしてちょっとこう粗めの砂で、歩くとちょっとくすぐったい感じになります。で、トンサイベのビーチのいいところ、毎朝もう1年通じてほぼ朝日が正面から見えています。で、この朝日なんですけど、こんな感じになります。それと、あと毎月1回の満月もこの湾を照らします。それがこんな感じです。はい、じゃあ今度はちょっと岩間の方に行ってみます。はい、では今端っこの岩場の方に来ました。で、ご覧のように岩場は鋭いところもあるんで、登られる際は気をつけてください。で、ここで辺では磯ガニとか富士壺が見れます。じゃあ岩場の感じはこんな感じです。はい、じゃあ次はちょっとウォータースポーツ紹介します。で、ウォータースポーツなんですけど、トンサイベイでは電動なしのウォータースポーツを扱っています。で、ちょっと今後ろで寂しく置いてあるんですけど、
セーリングボート、カヤッキングボート、カヤッキング、スタンディングパドルボート、サップです。あとシュノーケリングを行ってます。で、ちょっとこういう感じなんで、ちょっとアクティブな写真をこれから載せます。まあ、1回目の盆栽米日記はこんな感じです。また2回目をご期待ください。それでは皆さん、さようなら。ありがとう。